新年あげましておめでとうございます。おめでとうございます。シャイクル真っ白の新年の第1回目ということで、今日の放送になりました。したがって今日は新年にふさわしく真っ白のこれからということで、開かれた交通システムということで、取り上げました。今日は地域の今後を担っておかれる住民自治協議会の中島海一郎さんにをお迎えして、今日は時間を30分に延長して、放送したいとこんなふうに思っておりますので、中島さん一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、一昨年と長野電鉄八代線の廃線が取り沙汰されて、以来何回となく中島さんとはですねお話をいただいてきておりますけれども、早いもので昨年の3月31日廃線以来9ヶ月余りとなりました。そんなことで今日はそういったことをご苦労いただいている会社さん並びに関係の皆様方のご苦労を今日はその経過ですね、4月から今日至るまでの経過をまずお話をいただいて、それから話に入っていきたいとこんなふうに思っておりますので、一つよろしくお願いしたいと思います。わかりました。昨年の3月31日で八代線がなくなって、9ヶ月経過いたしまして、今現在では廃止代替バスということで赤い長野電鉄のバスが1日15往復プラス増発便を入れてこの真っ白界隈を数多く走っているわけですが、なんとかおかげさまで今のところ多少の色の問題はあったにしても事故がなく経過をしてきているということは一安心しているところであります。ですが、皆さん方のご利用するされる方々のご要望等も我々もお聞きしながら行政と一緒に考えて、いろいろな改善点を見出しながら今努めているというところであります。はい、いろいろご苦労いただいているようですがですね、今後のまちづくりということも含めてですねお話しいただきたいと思うんですけども、町の活性化ということでですね、活性化と同時に町をこれ以上衰退させないためにもですね、町づくりと公共交通というものは車の両輪じゃないかとこんなふうにも考えられるんですが、それには具体的に、今あるこの真っ白の史跡遺産をですね、活用して、観光振興ということが必要になってくるんじゃないかと。そしてまた第2は産業の振興、これは企業の誘致も含めてですね、人口の増加と雇用の促進というふうにつながってくるんじゃないかなと、こんなふうに思いますし、また人の定着を図るためにもですね、やっぱり団地の造成というようなことも必要になってくるんじゃないかろうかと、こういうふうに考えております。それは即荒廃農地の有効利用ということにもつながっていくのではなかろうかと、こんなふうに思っております。最後にまでですね、今日の一番のメインのテーマであります、交通の長野市と周辺市町村の公益的なですね、公共交通の整備、JR との利便性ですね、それからLRT ということがこれから中心にお話に入っているわけですが、それと各地区からの入るバスとのこのアクセスね、こんなものを隠してやってくればよりそのLRT も有効に活用できるんじゃないかと、このように思っております。そのようなことも含めてですね、これからの話をそれを土台に続けていっていただきたいと、こんなふうに思っております。それでまず最初にですね、中島さん、長野市では、LRT 未来の都市づくりと公共交通の在り方というのを昨年来、発足されまして、その作業が今進めている段階に入っておりますが、どんな状況でしょうか、その辺のところもちょっとお話しいただければと思うんですが。
分かりました。先ほど片桐さんの方からお話をいただいた今真っ白が抱えているいろんな面での課題というものをやはり一つ一つ解決していかなきゃいけないという大変重要な、ことがまずこれはあると思います。そういう面で、残念ながらその今真っ白の人口というものが長野市南部の他地区に比べて真っ白だけが右肩下がりで人口減少してきているという現実があるわけで、その原因はどこにあるのかというのはやはり冷静に分析をしていかなきゃいけませんけれども、江北川中島篠ノ井はやはり1年に何千人という形で人が増えていっているにもかかわらず、松代は何百、500人とか700人とか、そういった数字がですね、5年経過する中で下ってきているということがありまして、これは何とかしなきゃいけないなということを正直考えている矢先に、八代線が廃線ということで、そういったマイナスに輪をかける状況に追い込まれたということになったわけですが、これはまあ今現在、エコブのファーマーズマーケットも非常に活況を呈して、この周辺の農家の方々が農産物をあそこに、お店に並べてですね、それが非常に大勢の方がお集まりいただいて買っていただけてるって、あれは大変嬉しいことだし、そういう農業振興も一つありますけども、それとやっぱり中心市街地も元気にしたいということで、今日このスタジオがシャッターを開けてですね、新しい真っ白のガイドとしての機能を作ったりというそういう努力も今少しずつしてはいるわけですが、残念ながら公共交通がの便が失っていけば余計その住みにくくなるということがもしあるとすれば、人口減少に輪をかけることになってしまいます、それをなんとか止めたいなということを考えたんですが、松代の状況がこうなってるから電車がなくなるんで、違う電車を走らせてくれとか、あるいはもっと便利なバスを走らせてくれとか、真っ白のからの要望を例えば長野市にぶつけたところでですね、これはなかなかそれはあったの真っ白の問題でしょうと、長野全体のことではないよということで、なかなか取り上げられないという感じを強く持ったものですから、ちょうど1年前の昨年の12月の長野市議会のところに、もっと長野市全体の未来を考えるその交通システムっていうのは必要じゃないかと、要するに交通弱者と言われる高齢者であるとか、小さなお子さんたちの車の運転ができない人たちの足っていうものは必要じゃないでしょうかということを訴えかけると同時に、やはり車に依存する生活じゃなくて、もっとその優しい生活しやすい交通手段というものが他の地区にあるじゃないかと、それを検討してみませんかということを12月議会に陳情を挙げたらですね、それが幸いのことに市会議員さん全員が賛成して未来交通を検討してみようということを、その請願が通ったということが琴の島始まりだったというのは皆さん方にもこれまでご報告してきていまして、それが今回の長野市の交通対策審議会の中の新交通システム導入検討部会というところになったということですね。ですから真っ白だけのことを言うとですね、これはなかなか受け入れられなかったかなと。そうですね、やっぱり長野市全体の予算を使っているということになりますからね、それだけということになると真っ白だったらあんた方が勝手にやるよということになりかねないですからね。そうですね、まあそんなことで、先ほどもちょっとお話ししましたけども、長野市を含めてその周辺のね、都市も巻き込んでこうやるということがまた必要になってくると、まあ全体でも応援していただけるという形になるんじゃないかと思うんですよね。そうですね、それからですね、先ほどもちょっと出ましたけど、まあ八代線が廃止になってですね、まあ、大きな混乱もなくですね、ここまで今日まで来ているという、まあ、梶さんのお話がありましたけれども、
まあ、そんな中、まあ、いろいろの方住民集会とか広報とかということで、まあ、ご努力をなさっていた結果だと思うんですが、それでもまだまだその認識が浅くですね、中には今なぜその電車を考えるんだと、もう間に合ってるんじゃないかというような声も聞かれないわけではないんですが、その辺のことについてはどんなふうにお考えでしょうか。やはり車に依存する社会っていうのは、うん、そろそろ限界に来てるんではないかっていうことを、はい、私も本やテレビで感じてましたし、現実にいろいろ勉強する機会に出たりするとですね、そういう方向が間違いなく訪れつつあるということで、やはり高齢者が車を運転すると危険性があるとかですね、あるいは新たに私は分かったのは、ニートと言われる若い人たちが今車が持てないって言いますかね、車を乗る人が少なくなって車の履歴が悪くなってるっていうことをよく聞くんですが、その実態をよく冷静に分析してみるとですね、やはりその生活が苦しくて車が買えないっていう方は非常に目立たないけれど増えてきてるということを分かりましたね。ですから例えばきちっとした職がない、親の係で生活をしなきゃいけないって人もいることも事実ですし、例えばアルバイトを中心に生活してる人っていうものもかなり占めてる、うん、その人たちっていうのは、年収で200万そこそこの人っていうのも数多くいらっしゃると思うんですよね、はい、若い人で、はい、そうすると生活するのが精一杯、はい、で今車を1台保持するとですね、小型の 1000cc とか 1200cc ぐらいの車でも1年間車を持つと約150万維持費を含めてかかるって言われてるんですね、1日にすると4000円ぐらいに匹敵するんですね、うん、だからそれだけのものを出して車を利用できる人っていうのは、ね、当然限られてくるわけです、ね、そうですね、そういう人たちはどうしてるかっていうと、勤めに出るにも その足が確保できない、点で苦しんでる、それからもう遠くまで自分で自転車で通ってるって人もいるし、そういう現実ってのはやっぱりあるなと。だとすればもっとやっぱり全てが車に頼る生活じゃなくて、もっと優しい、公共交通ってのがあっていいんじゃないかと。だけど現実には今長野と松代を往復するとバス代で1200円かかってしまうということになると、なかなか使いにくい、そう、そういった時に富山の例があるんですが、うんうん、あそこは片道200円、うん、約8キロちょっとのところですけど、そこを終点から終点まで乗っても片道200円、往復行って帰ってきて、400円、うん、だけど前もってプリペイドで買うとそれが360円ですと、はあ、いうことになるとですね、意外に気楽に出かけられる、それから1ヶ月間定期代わりにしてそれを使ったとしても1万円足らずで通勤できるということなんですね、うん、そうすると年間150万のお金を使わなくても月に1万円そこそこ、1年間で12万、まあ日曜日に出かけて15万のお金あれば、うん、十分自分で足として使えるわけです。そういうことですね、うん、それが今の新しい未来の生活の一つの形になってくる、そうしなければいけないんじゃないかっていうのが感じてますし、それは我々住む人の感じですが、真っ白の観光を考えた時にも逆に訪れる人もですね、やはり訪れしやすくなるということになれば、新幹線で来て長野駅前で乗り換えて真っ白まで電車に乗って訪れていただける人は確実に増えてくるだろうと思うんですね。そうですね、やっぱりそのアクセスでないことにはね、まあ、注視しちゃうということですけどね、やっぱり、こう田舎ですから、今本当にその公共交通が、まあ、これだけにね、
発達してないし、時間も1時間に1本とかそういう形ですから、どうしても自家用車に頼ってしまう、まあ、それにつけても、まあ、若い人たちが、ね、今のお話のようになかなか車は持てないというそういう現状にあるということ、まあ、確かにね、その正規社員が少なく臨時雇用の人たちが多いから、昔のように十分なその、ね、給料をもらってないということになれば、なかなかそこまで手が回らないということになりますよね。ですからね、高齢者の方には叱られるかもしれませんけど、うん、高齢者70歳になったら100円パスっていうのがあってね、気軽にお出かけになれやすいじゃないですか、そうですね、むしろ私はね、高齢者の方にちょっと負担をしていただいて、100円を200円にしても、例えば低所得しか今得られてない人たちの、やっぱり通勤をしやすくしてやる施策っていうものを打ってやるとかですね、そういうことをやっぱり私は違った意味での政策としてぜひ必要じゃないのかな。それとやっぱり富山のように出かけ、あの町でなると、あの平日でも大勢乗ってるのと同時に、土曜日なんかお父さんお母さんと子供たちが家族揃ってみんなで電車に乗って出かけて、ゆっくりと街中で楽しんでるっていう姿もあったりするとですね、やはり今車が全てっていうことになった時に、車を運転すればどれだけお金がかかるのかということも考えていただかなきゃいけないし、やっぱり限界があるよということも、お考えになって、そうじゃなくやっぱりより多くの人が幸せ得られて、少ないお金でもこうハッピーに生活ができるような、ためには私は公共交通というものはいかに大事なのかということを分かっていただきたいなという感じしますね。そうですね、今ね、そうやって結構、まあ、高齢者でもですね、お金持ってますからね正直なところまあそういうことになればね、今の若い人たちから比べれば、まあ、あとまあ高齢者にも負担、ね、してもらってもいいんじゃないかなと、私も高齢者の一人ですけども、そんなふうに考えておりますよね。今お話の中にその富山の、現状というものをお話しいただいたんですけども、それもっとこの間何回もこれ、視察にね、こちらの下の方からも出かけて視察されて行ったようですけど、ちょっとまだその辺のところを掘り下げて、お話しいただければ、よりまたその良さが分かってくるんじゃないかと思うんですが。そうですね、私も何回も行きましたし、日曜日も見ましたし、平日も見たんですが、いずれの時も電車が、全部座ると1列車65人ぐらい座る、ですが乗ってる時、いずれの時も100人を超えるぐらい立ってるお客さんもたくさんいて、その中にはお年寄りも車、要するに手押し車の歩行車で乗ってきていらっしゃる方もいれば、子供さんもいたり、家族の方がたくさん乗ってらっしゃって、なんと電車は朝5時40分から、夜中の11時半まで、朝晩は10分間隔、昼間なり朝晩は15分間隔で、頻繁に電車走ってるんですね。ですから待ってるとすぐ電車が来るっていう感じですね。そういうことじゃないですよね、まあ、特にこの冬場の寒い時なんかね、1時間ね、この間も私ちょっと待ちと行って、まあ宴会の席だったもんで、車で来なかったんですけどもね、帰りバスでちょうどバスが出ちゃった、次回はもう1時間もう待たなきゃならないということになれば、じゃあしょうがないからタクシーで行くかということになっちゃいますからね、そういったの気軽に、まあ、10分か15分ぐらいの、ね、待ち時間でしたら、ちょっと待てばまた来るということになりますからね、ぜひそういった、まあ、公共交通というものをね、これ、発展させていかなきゃいけないんじゃないかと思いますよね。今あれですよ、やっぱり一番多いのはね、家族の送迎が多いんですよ。家族が送迎することによって足を確保してる、だけどその家族の送迎のための車は1台維持するに年間150万200万からお金かかってるわけですから ね、それがね、持たなくて済む、じゃあ例えば家族に3台あるうち1台で済むとかね、台数が減ってくればその分可処分所得が増えるわけですよ。そういうことですね、生活が楽になってきますんで、それが一般の消費に回る、例えばのび飲食で楽しむこともできるとかね、そうなると街中の商店も多少なりとも潤ってくるそうですね、貸しが出てきますよね、まあ、家族もそうやってね、本当に子どもたちにも、ね、送り迎えが、ちょっと雨でも降ればね、
そういう形になるし、まあ、普段自転車で行ってても、そうするとまあ渋滞ということになるし、あらゆる面にこう影響してきますもんね。まあ、そういう面から言えば、やっぱりこの公共交通というものは、ぜひなんとかね、早いうちに実現させていかなきゃいけないように思っておりますけどね。そうですね。それで、まあ、この辺もちょっとあれですか、じゃあよりちょっとね、ちょっとまあじゃあ触れさせていただいて、はいはい、じゃあ、新交通システムを検討していまして、その中で顕著に私はなった点は、1月1日の住民自治協議会だよりにも書かせていただきましたけれども、そうですね、今現在、なんとその公共交通を利用される方っていうのは、電車とバスを含めて市民100人のうち6人しかいないっていう現状があるわけですね。約70人の人は車に頼ってるという状況です。ですが現実的には飲酒運転が厳しくなってきてますので、ゆっくりとその飲食を楽しむというような昔のそういう楽しみが薄らいんできて、そうすると例えばゴンドウが非常に寂しくなったとか、街中のにぎわいが少なくなったとかですね、真っ白のそういった飲食関係もかかってるようなにぎわいがなくなってしまってるっていうのは、やはりその問題があるんじゃないかなということで、そういうことが現状あるということを長野市も指摘してましてですね、やはり今後についてはやっぱりそのある程度公共交通がきちっと整備していくと、そういった利用しやすいところに住宅をよりその普及させていくと、それで住みやすい環境を作っていくとか、病院を作るとか、そういう付属施設なり学校もですね、ある程度そういう公共交通を整備すると同時に、そういったものも合わせて整備していくということなわけで、そういうことから言うと、長野市の中で東西南北で見た場合に、長野駅を中心とすると、JR 線のと長野電鉄長野線を見ると、どちらかというと東西の方向は電車が今あるわけですね。ですが現実に長野と松代を結ぶ南北、それと長野駅から長野高校を経て若槻浅川の行く北部方面、これはやっぱり電車の恩恵がないわけです、ね、ここが結果的には非常にそのマイカー通勤が、なりマイカーに頼る交通がアイロンになってるんですね、それを今回我々が検討している部分でいうと、この南北ルートにぜひ公共交通を入れると、より長野市としての将来的な発展は考えられるというふうに言われてますので、そのルートとして、ルートのナンバー1、で検討しようとしているのは、長野駅から出て、南に下って日赤からビッグハットを通って、長野橋を通るか、あるいは丹波島の橋を通るか、通って江北を縦断してですね、古戦場から真っ白に至るルート、これが一つ。それから2番目のルートは、長野駅から善光寺の観光を考えて中央通りを通って善光寺に至る中央通りのルート、それと3番目が北部ルートとして、長野駅の善光寺口から出て中央通り、あるいは長野通りを北部に向かって、長野高校から若槻浅川方面に伸ばすルート、このルートが南北ルートとして今特に重点に検討しようとしているルートです。それからそれと合わせて、今度オリンピックスタジアムにサッカー場を建設するという計画がありますので、古戦場から枝線としてオリンピックスタジアムの方に伸ばす付属のルート、それからこれは実現性は果たしてどうかなというふうに思いますが、長野駅を出て須坂インターに至る東に向かう M ウェーブを経てのルート、この辺も検討ルートとして入っています。ですからこの辺が実際に可能性があるのかということですが、今現在そんなとこお金かけて大丈夫かっていうんですが、今
長野の北部と町を結ぶ南北のルートを結ぶとなればですね、おそらくバクッと工事代で400億ぐらいと言われています。ですがそのうち国がこの新未来交通を導入するとなれば、補助を出そうとしているのは 65% ぐらいのお金が出るんですね。そうすると約270、80億から300億国から予算が出て、残る100億を地元 の、 あの県なり長野市が負担をしていくということになると、サッカー場プラスアルファぐらいでですね、あの十分可能で、運賃が例えば片道200円なり250円で済むとすれば、あの皆さん方の財布から出せるお金もですね、今までの長野へ行くとき600円のバス代を払うよりははるかに安く済むわけですね。それで車 を使わなくなるとなれば、私は経済効果は確実に大きくなってくる。それが家計のゆとりにも生まれ変わってくれば、街中も潤うし長野市内も潤う結果になるんじゃないかと。それが未来を見据えた公共交通の一つの大きな役割というふうに見据えてるわけですね。あの 長野市全体を網羅した形でね、そういうふうに路線網を引くということによってね、皆さんからもやっぱり、応援をいただけるような形になると思いますよね。まあ、あの確かにねそれは言えることなんですけども、ただそのなかなかその話が前に進んでいかないということの中にですね、あの昨年のその住民集会の中でね、まあ工事の先生がおっしゃっていたんですけども、まああのLRT もですね、やはりその特別に考えるんじゃなくて、まあ道路とか学校とかそういった公共施設とですね、その中の一つとして考えれば、いわゆるその採算性がどうのこうのというふうに議論する場合じゃないんじゃないかと、とにかく、まあ、できるところからやってみることによって、まあ、道が開けてくるんじゃないか、こんなふうにお話をいただいたので、私それが非常にまあ印象に残ったわけなんですけどもね、そんな本を南條さんどんなふうにこれはね、今、国会もですね、交通基本法というものを見直しを、はいはい、審議を始めようとしてますし、実は昨年の最後の臨時国会、その法案が出たんですが、結果的には解散になっちゃって、立ち消えになってしまったんですが、この春の通常国会で、またもう一度議論されると聞いてます。あ、なるほどね。それで、これはやっぱり、まあ、政権が変わりましたからね、世界的な動きでですね、特にヨーロッパやアメリカは積極的にそういう方向に変えて、地球温暖化と化石燃料を節約するという一つの、その環境問題と捉えてますので、それとやはり先ほど片岸おっしゃったように、道路を作ることは公共工事だよと、線路を引くのは公共工事じゃないよというのは、それはおかしいよね。そうですよね。そうなんですよね。だから一緒だと思うんですよ。病院を作る、それから道路を作ると同時に線路も作って、やっぱりこれは住民がやっぱりきちっと使える公共施設ですので、それは国がきちっと整備にお金をかける。じゃあそれを上を動かす運行経費については皆さん運賃を払ってくださいねっていうので編み出すとですね、片道200円で済むんですよ。そうですね。そういうことから言えばね、もう十分簡単にねこう行けるんじゃないかというふうに思われるんですけども、なかなかその辺のところもね、だからなかなか、そうなんですよ。だから今7割の人が車乗ってるじゃないですか、この人が7人のうち私は3人車をやめて電車に乗り換えてくれればね、この長野と真っ白の間 の、うん、路面電車はね、もう左内輪で採算が取れるはずです。そうですね。そのくらいのもんなんです。採算面においてもね、さて、まあいろいろお聞きしたいこともいっぱいあるんですが、そろそろ時間が迫ってきておるんですが、最後にですね、まあ、八代線の跡地利用、はい、このことについてね、新聞で も報道されておりますけれども、まあ、長野電鉄が無償譲渡するということで、それを、まあ、須坂、長野、千曲市ですか、はい、この3市で、まあ、自宅して、まあ、その締結したということでございますけれども、この跡地利用についてですね、やっぱり自転車道路、それから遊歩道として、まあ、利用するんだというような3市の意向なんですけれども、真っ白独自としては
その他に加えてどんな形をお考えになっていらっしゃいますか。一番大きな課題は真っ白駅をどういうふうに生かしていくかということになると、これはやっぱり地域振興にとって一番やっぱり大事なところですので、それは将来の真っ白にとってのゲートウェイ、玄関口としてどういうふうにあそこを使って観光振興なり、それから住民の楽しみとか、あるいはあそこにある真っ白城の歴史文化財の活用とか、そういったものを網羅できるような核になる施設としてですね、あそこを整備したいということで、歴史的風致維持向上計画っていうのは、国の予算を受けてやろうとして今長野市も考えてますんで、その中に組み込みつつありますんで、そういう財政援助も受けながらですね、皆さん方のご意向をしっかりとお聞きしながら、いい形にしたいと思ってます。そうですね、それが実現、ぜひね、実現してほしいと思いますよね。真っ白駅のところは、真っ白の玄関口ですからね、そこをまず開発していかなきゃいけないと、こんなふうに思っておりますね。いろいろとありがとうございました。本当にまだまだお聞きしたいことがたくさんあるんですけれども、本当に貴重なお話をありがとうございました。ますます住民自治協会の中のご活躍をご期待申し上げまして、今日のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。はい、どうも。今日は例の代表の水野さんが所用で休みになりますので、代わって、私がお話をしたい、次回のお知らせをしたいと思います。次回は水野さんということですね。ちょっとじゃあそのことについてお話しください。ですね、来週、1月14日ですね、真田会10周年を迎えてということで、真田会の会長さんですね、山本和夫さん、それと事務局の八田光三さんに出ていただきまして、これをお話をお聞きしたいなというふうに思ってます。いろんな活躍というか活動をしていらっしゃるので、そういった内容をですね、ちょっと確認、お話ししていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本当に真っ白の元老と申しましょうか、大物の皆さんのご出演ということで、真っ白のいろいろなお話をお聞きできるんじゃないかと、こんなふうに思っております。ご期待、ください。よろしくお願いします。それくらいの津城、また見てね。大変、申し訳ございません。ただいまの話の中でちょっと訂正がございますので、改めて、ここでもってお詫びと訂正をいたしたいと思います。すいません、今10周年って言いましたけども、40周年の間違いでございます。よろしくお願いいたします。10周年じゃなくて40です。よろしくお願いいたします。はい、10年と40年は大きな違いがございますが、大変申し訳ございませんでした。お詫びして訂正いたします。